敵が現れたぞ。やっ！ここは話し合いで。ダメ？全て焼き尽くす槍。今は生き残ることだけを。その技で行きましょう。ちぎれろ。やった。みんなついてきて。これです。シーダがいてくれるから。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。それよ。キル。この日を逃すな。セッション行きます。これで終わり。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。戦いにも慣れてきたな。全て焼き尽くす。弱点発見。焦るな、落ち着け。その技でいきましょう。クロム直伝、この日を逃すな。みんなついてきて。大成功。うわ。シーダがいてくれるから。逃さないんだから。次の手はどういく。そうだな、うや。逃がしてはくれないよな。クロムみたいに。どうもです。これで大玉に戻れるな。パフォーマー、パフォーマーをよこせ。たくさん出た。ちっ、さすがにこの数は厳しいな。こうなったら、
戦うしかない。でも敵の数が多すぎるよ。その場を動くな。え？キリアさん？いや、翼、普通は頭はドキドキしないと思うよ。あた、しまった、イツキ君、私色紙持ってない。これじゃサインしてもらえないよ。あの少年は社員から離れて、とにかく今はここを出た方がいいかな。やっと戻ってこれたな。とりあえず二人ともお疲れさん。けど、ほんと戻ってこれてよかった。まったくだよ。はあ、疲れた。終わったようね、トーマ君。ええ、最後はキリアさんに助けられましたけど。この二人は？青いイツキとオリベ翼、俺の友人っす。はい、オリベ翼です。青いイツキです。マイコさん、この二人今回の件でマスターとして覚醒したみたいっすよ。マスターとして因果なものね。あなたは？私は島崎舞子。今回大玉で起こったような事件を調査している者たちの、そうね、リーダーってとこかしら。調査？ええ、ミラージュによる事件は公にはなっていないけれど、たびたび起こっているわ。こけら落とし消失事件、あの事件のこと、もちろんあなたは知っているでしょ。何人もの観客や俳優が一瞬のうちに消え去ってしまった事件ですよね。あの事件もミラージュの仕業よ。私たちもまだ彼らの正体をつかめていないわ。ただイドラスフィアと呼ばれる空間に潜み、人間たちに害をなす存在ということは確かよ。彼らは物理法則から外れた存在、兵器などの手段で駆逐することはできないわ。ミラージュを倒せるのはミラージュの力だけ。さっき俺たちに協力してくれたクロムとシーダみたいな。察しがいいわね。そう、一部のミラージュは特殊な才能を持つ人間に感応し力を貸してくれる。協力者となったミラージュの力で人類の天敵に対抗し得るもの、それがミラージュマスターよ。私たちはミラージュの起こす事件を収めるため、常にマスターの力を必要としているけど、マスターの素質を持つ者はあまりにも少ないの。
翼？私に協力させてください。え？うまくできるかわからないですけど、もし私にその素質があるなら協力させてください。なるほどね。あなた織部彩葉の妹でしょ？なんでそれを。私たちはあなたのことを5年前から知っている。もっともこんな形で翼ちゃんに関わることになるとは思ってもみなかったけど、5年前のこけら落とし消失事件で織部彩葉は公演を見に来ていた翼ちゃんの目の前で消えてしまった。はい。ミラージュマスターとして活動すれば手がかりがつかめるかもしれない、そう考えたわけね。私ずっとお姉ちゃんのこと探してて、オーディションを受けたのも芸能界に入れば何かがわかるかもって思って。もしお姉ちゃんの手がかりが見つけられるなら、私ミラージュマスターになります。なりたいです。わかったわ。翼ちゃん、これからよろしくね。ありがとうございます。いつきくんはどうかしら。わかりました。俺にできることがあるなら協力します。いつきくん。いつきならそう言うと思ってたぜ。ありがとう、いつきくん。素直な子は好きよ。これからよろしくお願いします、島崎さん。のんのん、舞子よ、いつきくん。私、名前で呼ばれる方がフレンドリーで好きなの。はい、もう一回。はあ、よろしくお願いします、舞子さん。いつきくん、本当にいいの？翼だけに危険なことをやらせるわけにはいかないからな。ありがとう。いつきくんが一緒にいてくれるだけで私頑張れるよ。おい、俺もいるんですけど、もしかしてお邪魔だった？そんなことないよ。トーマくんも頼りにしてるよ。仲いいわね、あなたたち。マイコさんもあと10歳若ければ混ざれたんすけどね。トーマくん、後でマイコさんとじっくりお話ししましょうか、あなたの未来について。全力で遠慮します。さて、トーマくん、いつきくんと翼ちゃんを私たちのアジトに案内してあげて。アジト？そんなものがあるんですか？秘密組織にアジトはつきものでしょ？いやいや、迷子さん、アジトってあれは。それじゃあ私はちょっと寄っていくところがあるから、また後でね。仕方ねえな。それじゃあ案内するよ、アジトにな。